ジャパネット高田で購入したものがあるので開封していきたいと思います。今回購入紹介するのはシルキーナノバブルシャワーです。でこのなんだっけ、アロミック、アロミックっていう会社の商品で、あのなんだっけ、ジャパネットで、あのなんだっけ、ずっとなんだっけ、あのセール、うん、ずっとというかしばらくないね、うん、セールやって、そのセールの最終日、うん、に悩みに悩んで、あのちょっと応募したっておかしいな、注文した、うん、商品です。あの要するに、あのなんだっけな、シャワーヘッド、うん、シャワーヘッドで、それを変えると、なんだっけな、その、いろいろ効果って変な言い方だけど、変ななんていうの？節水とか。そうそうそう、そういう効果があるやつ。うん。そう。で、ちょっとね、うちもね、ずいぶん前だから、なんだろうな、どれぐらい前だろうな。5、6年前、うん、一回変えたんだよね。あの、その時に節水ってやつに。うん、でもそれよりもなんか節水できそうなんから、うん、もっと前欲しいんだけどね、うん。だからちょっともうそろそろ買い替えてもいいかなっていう。買い替えて、その節水とかにしてもいいかな。ほら、いろいろ上がるし。そんな感じ。で、ちょっと反射しちゃうかもしんないから、ここはね。ちょっとこのままなんだけど、こんなやつ。こんなやつ。色は2色 あって。そう。なんかみんな どっちでもいいって言うから、オランが、この白いやつ。そう、この白い、ね。白とゴールドのやつ。そう。で、このヘッドが動くってやつ、こうやってやつね。うん。このヘッドで、今までのタイプは当然こういうのじゃなかったから、うん、ヘッドが動くタイプじゃなかったから。で、なんかここのボタンかな、ここでなんか操作するね。これ。このボタンってやつ。で、ここはシャワーのあれにつける、ホースにつける場所。になりまーす。で、これと、これって何だろう、蛇腹かな、蛇腹って。蛇腹じゃないんじゃない、なんか形がさ、そうそうそう、この、なんだ、アダプターみたいな。そうそうそう。この形が違うから、それぞれ。そうそう。そのアダプターが4種類ついてる。そう。4種類ついてる。で、ここに書いてあるのかな、こういう、なんだろう、この口が、こう。こうとか。なんだ K だね、こういうこっちに K、M、G、K、O っていう、で多分これで分けたんだよね、多分、うん、分からなくならないよ、どのうちのにも大体合うようになってる。そうそうそう。でこれはパッキンなのかな、でなんかこの何、シャワーをかけるところにこうシリコンをやるとここが動かなくなりますよみたいなってやつがついてる、うん、あと説明書が、そうってやつがついてます。でちなみに頭皮にもいいよ、皮脂油だっけ、うん、が取りやすい、取れやすいっていう、うん、で使ったことないから、なんかほらいろんなレビューがあるでしょ、うん、いろんなところにさ、ほらさ、そのこれと同じものじゃないんだけど売ってるところいっぱいある、同じもの売ってるところあるし、うん、そういうところではなんか物足りない、一応出るっていう触れなんだけど、それでもほら人によっては違うから、うん、物足りないって言ってる人もいれば、うん、十分だって言ってる人もいるし、それはやっぱ自分次第だよね、だからそういう面はね、だから自分たちはどうかわかんないけど、まあ節水になった方がいいかなっていう、うん、感じで、ちょっと購入してみました。だから多分これで、まあ、また何年も買わないでしょ、これは多分、うん。よっぽどね、これが1年経ったらさ、ほら、ありえないけど、ほら、100% だよね、90% 節水なんていうのが出てくればあれだけど、そんなことありえないから。まあ、そんなに進化はないでしょ、シャワーヘッドに。そこまでね。何年とか何十年に1回なのかな、わかんないけど。それだと思うから、まあ、思い切ってね、安いうちに、最終日だったけど。購入した、ジャパネット高田で購入した、このなんだっけ、ナノバブルシャワー。そう。ってやつ。結構いっぱい、あの、いろんな会社が出してみたいね。うん。一応、自分たちは、なんだっけ、なぜかコマーシャルで、あ、ほら、コマーシャルテレビショッピングっていうのかな、うん、で、目にしちゃったジャパネット高田のやつでした。少し安かったのかな、他のところ。よくわかんないけどね、うん。って感じ。でーす。